それでではあレックンン講師弁理士の宮口ですさて今日はあ担当ゴロテク、えー、コンプリートの2023年合格目標のいわゆるゴロテクこれのお説明をねしていこうかなとこのように思っちおりますわ。えー、でまずねあ全部で12回です。えー 全部で12回ということをまず念頭に置いておいてください、ね、そして各回2時間なんだけど私がサービスで、まあ、ほとんど3時間教えてます毎回ねうんあのなんで2時間にするかというと2時間枠でやった方が値段を抑えられるからですね本当は3時間教えてんだけど2時間枠であの値段を抑えてるんですよだから私が損してるっていうだけですねね。 2時間枠であの値段を設定しますから3時間にするとこれが2分の3倍ぐらいになっちゃうからね値段がね、はい。で「ゴロテク知識編」ああ最初の6回がねあ「ゴロテク知識編で学ぶと」とほらねあ、楽しい語呂合わせや圧倒努力テクニックで一つ一つのお枝をね、えー、枝の知識を迅速かつ的確に習得していきます。 ね、じゃあねなんか楽しいゴロテクあるかなあるねあの「嫌味なしチアのババア」というやつが出ています。嫌味な七夜のバ,バア、ね、ええー、あの「嫌み」嫌味っていうのはね「嫌み」あのお粗末君の「嫌み」じゃなくて「183条ね」ねちょっとあの「法文集」見てみようかね「183条」っていうのがねあ,あるんだけど。 あこれはこれでね「嫌味な相談六ヶ月」っていう語呂合わせがねあることあるんだけどねあほら対価の額についての訴えっちゅうのがあるんですわ。ねあで、えー、その86条特許法のね86条ってあ違うわ88条ってね対価の教託っていう条文なんですよ。対価の託ねほらああ でそこにねあのー、まあ183条というのが3号に出てくるんだけど「あの嫌味な七夜のバ,バアねえ、うん「七賢者」が4号に登場しますで「えバ,バアだから88をねうんまあいいわもうちょっとね完璧版があるんで教えときましょうかス,スペシャルサービスでねあのー、こんな感じでね 見せますよもう授業がねある程度終わってるんでああちょっとね皆さん嫌味な質屋のバばバあ,あんまり出ませんよ、うん、でも出ないところこそこういうあの語呂合わせで持ってね覚えておいた方がいいんですよほらちょっとお見せしますからこれ特別サービスでほらねあ,あこれ「対価の教託」ね超マイナーですよああ対価受領拒むできないえー 嫌味な七夜ババアのせいでますと、ね、いいでしょ楽しいでしょ体下受領ね体下あ受領をあまあ受,受領もピンクでいいかはい拒んだねい、まあ、らないよとそれからできない受領できない、ね、あ嫌味出た嫌味そして質屋 七軒設定七夜ね七はいババアのせいで供託しなければ巨たますと巨たますとねどうですか耐火受領拒むできない嫌味な七夜ババアのせいで巨たますとねでちょっとこれ平等にババアが出てきたからじじいも出さないかんと思いますからねちょっとじじいも出したいと思いますはいほらああ あの波七条一ジジイラさんジジイに同意はいらねえよ73条の語呂合わせ波73条の1項ね七見設定と持ち分上等にはね同意が必要なんですよでジジイに同意はいらない実証する分にはで羅さんライセンスをあのする時には同意が必要なんですよこれが3項ね波七条一ジジイラさんジジイに同意はいらねえよね詳しく説明するでしょほら。 じじいとかばばあが出てきたんでこれで平等です。ね、これであの一方だけをこうなんか悪く言ってるっていうことにはならないからねはい平等にみ皆さん本当ねいずれはじじいばばあになるわけです。俺もそうです。じじいになります。ねいずれ。それをこうやはり受け止めた上でね認識する必要があると思いますよ。はい、じゃあ,あ今度はね実践編一致見るか。ね はい、実践編お、ゴロテクの実践演習ね、はい、これね、いいですよ、ゴロテクの実践演習、ゴロテクを使って、実際の担当の問題を、ね、どう解くのかと、はい、これをねあの伝授したいと思いますね、はい、これがね、7890、これも4回ばかしね、えー、ふんだんにそのテクニックを磨くいをね、設けております。 じゃあどれかね面白いやつもやりましょうかどれがいいかなうんじゃあね皆さんね特別サービスであー関連症制度の趣旨かなんかでもやってみますかねちょっとね関連症制度の趣旨の、まあ、例えばね穴埋め問題とかあったんですよああこれですかえー、これねちょっと穴埋め問題めんどくさそうな問題でしょこれ ね、これね真面目にやっちゃいけないんですよ。うんこれはねいいですか関連書についてのまとまった文章になるってありますよね。ねで真面目に解かない方がいいです。まず関連書の趣旨が頭に入ってればいいんですよ。それで文章を読まない。ね、でこっちの選択肢の方からいくんです。 で関連衣装制度の趣旨といえば皆さん知ってる通りそのデザインコンセプトとかねほらこれはあのよく出てくるじゃないですかであのデザインコンセプトとかバリエーションとかねこの辺はまあ正しいなと思っといていいんですよ、まあ、ちょっと大雑把にほらコンセプトとかバリエーションとかねあるじゃんこういうところはまあ,あのしょうがねえなと、ね、それよりもなんか見慣れないねオリジナルの衣装とかね全然趣旨に出てこないんですよ うん、だから頭にある程度入ってればもう選択肢を見てあオリジナルの衣装これおかしいなと。ね、であとあの訴訟で、えー、あここですね衣装権の侵害これはもうちょっとあのこのね実際に穴埋めの前後を見ながら行くといいんですけどほら衣装犬の侵害の製品ってあるじゃん。なのに、えー、と審判とか審査とかおかしくないですか、ね、侵害は訴訟で えー、心理が進められですよ侵害の成否は訴訟でなのに審判と審査っておかしいでしょはいこれでもう4つ消えましただから無傷の4番が正解だよとほらね上の方全然読んでませんよ、ま、この辺だけですね読んだのはほとんど読んでないでしょほらこういうねあのいとも簡単にあ解いていく解き方をですねあのやっていくんですよねあいいでしょこれ。 なかなかねいい講座ですよ。で,でまともに解いたら10分ぐらいかかる問題をね、えー、と5秒で解ける。10分ですよ。た真面目に解いたら多分10分ぐらいかかる問題が5秒で解けるやり方とかあるんですよ。ね。そういうのをやっていきますからまあお楽しみにしてください。ね。えー、っとそうですね。それが実践編です。かなりの問題こなしますよ。えー。 えっとだってねちょっと待ってよ実践編のテキストを見てみようかあの見てみるっていうのはね何ページまであるかですけどねすごいでしょこれほぼ100ページだったあ百111ページですよほら111ページね実践編相当いろんな問題をねふんだんに取り入れてますからねであの えっと,ね、とりあえず担当って皆さんご存知の通りこの4つのタイプに分かれてますからねほらこれだけは今のうちに知っとこうやねあの「正しいまたは誤っている」を一つ選ばせるタイプね、うん、まあ誤ってるでもいいんですけどであの個数問題ね個数あのいわゆるイクサル化問題とも言います、えー、それから組み合わせ正しい組み合わせあるいは誤っている組み合わせね あそしてさっきやりましたけど穴埋めタイプだいたいこの4つですわえー、でもほとんどはもう,もうこれがもうほとんどですねタイプ1とタイプ2がまあほとんどではありますあタイプ3タイプ4は多くはありません、ね、でも確実にこうあ解いていきたいんでね正,正解していきたいんで、まあ、そういう,うテクニックを磨くのが あゴロテクの実践編です。ねうん、これがもう一回言うけども7から10ですね。えー、と書いてみますね。第7回からあ第10回までが実践編ね。はいそして次にあの条約ですね。ちょっと条約はね皆さんね苦手な人が多いと思うんですよ。だからちょっとね紫で塗りたいと思うね。 あの宮口オリジナル問題オリジナルっつってもね過去問もあのなくはないですけど、えー、その条約の足切り突破これを念頭に置く講座ですはいほかにない宮口講師オリジナルの条約問題ねはい、まあ、要するに語呂テクが使える条約の問題ということですのであのまあ過去問でもね語呂テクが使えるやつは出しますしあの 今後予想される問題をオリジナル問題として出すこともありますね。これをなんと百枝出しますから、百、えー、枝出していきますよ。ね、はい。まあこれはちょっと今ねネタとして、まあ一応テストみたいなもんですから、ちょっと今問題出せないですけどね。例えばほらあの条約のねパリ条約の一、えー、条括弧二ですかね。 あこういうのがあるでしょ「特、えーえー、実遺書様ま小ゲゲ風」みたいなねまあそういう、うん、語呂合わせこれを使うもんでも出るかもしれませんしね今俺「パリ城一条括弧に」てありましたけど合ってますねほらねこれ「特実遺書様ま小ゲゲ風、ね」こういうところからもう始まってねなるべく確実にこう条約を点数 抑えていくための語呂合わせ。これを生かす問題をね、あのふんだんに。百枝用意します。はい、これがたったのに、まあ二階なんだけど。まあ五十枝五十枝ぐらいでね。あのなんとか解説も終わるんじゃないかと思います。はい。と、あとはですね。あお。そうですね、えー。これなんて書いてる。 ゴロテクを身につければ回答時間そう大幅に短縮できそう一発合格につながりますよ。初学者の皆さん、特に。ゴロテクは使ってなんぼです。学習したての素直な知識の今がチャンスね。早速受講してください。だから入門生、ぜひね入門生ゴロテク取ってない人が多いと思うんでね、取ってくださいよ。それからね あの受験経験者の人ね今度は黒アンダーラインでいきますけどね、はい、今まで正論をほざ在て時間を無駄にしてきたあ自分にやけがさすんじゃないですかそう真面目に解いてもいいんだけどあのまあほら過去問集とかあるじゃんレックのもそうだけどねレックもほらこういうこれちょっと2018年版で古いんだけどあるじゃんこれね解説が真面目なんですよ、うん、解説がね非常にこう真面目で。 良く、うん、くも悪くも悪真面目なん解説だから真面目に読まないかいんでしょで私の解放はその10分かかるやつを5秒ぐらいでねまあちょっとね全て当てはまるやり方じゃないですけどもう本当に急走猫を噛むような状態だったらもうこのテクニックでいこうともう5秒ぐらいで解けますよとパッと見でえパッと見5秒で解けるテクニックがあるんですよ。<laughs> 本当に。で本当に当たるんですよねそれがね。 うん、はいで、えー、苦戦してきた方はねああ是非受講してださいよそうで五郎テクはどれほど効果的なもんかね体感してくださいよね今からでも遅くありません是非あの特にね私の講座を取ってない人はねまあ慣れる意味でもね取ってほしいですわなおこれは何ねフォーカスしああ条約突破の演習は講義時間に含まれません ああそうねはい解きましょうみたいな時間は設けませんからねまあそういうことです自分で解いて予習して臨んでくださいねそういうことですよこれね条約編の説明だから紫で塗っちょくはねおいそれでこれは何解説講義では全問解説を行いませんインパクトのああそうねこれ全部解説するとねあのー、多分時間がなくなるんですよええー であのインパクトのある知識にフォーカスして、えー、解説するからね、まあ、極力、まああのまあ、全部解説したいけど、まあ、これはもう字面の解説読めは大丈夫だよねっていうのは飛ばすという感じです。ねはい、ということでオリジナルテキストは知識編とそれから実践編黄色と条約演習編これはちょっとまだテスト形式だから見せられませんけどね。 ちゃんと用意します100円だ、ね、条約で足切りになる人多いからね、うん、あの3月2日から視聴できます教材発送も同じですねえー、あそうですかって感じはいで、えー、っとあのこれは何ですか7万2,000ですねはいそしてあの担当は5月にありますけど5月31日まであの販売やってます うん、で市長はどこまでいけるかというとね、まあ、担当が終わってますけどね、特に一応7月31日まで市長できますからね、はいえー、だからあの、販売終了日が5月31日で市長終了日が7月31日であとはあ割引とかは、ね、一切ありませんのでちょっとご注意くださいね、ほら皆平等にねあの割引一切ありません。 はい、であとね嬉しいことにこれね、あのー、改正編もあるんですよ、うん、ちょっと最後にねよろしいですかあのえっ、ー、とね知識編で改正も学べるっていうところがね非常にありがたいです、えー、あっあの判例ゴロテクもねあ,のありますよ判例ゴロテクもちょっと教えましょうかねどれが面白いかなあー うんまあこの辺にね、まあ、一つ判例を教えてみましょうかほら判例ね巨峰もいいけど寿司も食いな <laughs> 巨峰第一意寿司も食いなうまいですね、うんうん、あとはねあこれね知らぬが仏のワンレイにコミック内容を形式だ実際にねこれ役に立つんですよあの問題解くときにね、うん「すごいぞ,すごいぞ佐藤大法廷ミリアス事件とか、ね」とね楽しいですよこれうん。 楽しいですよこれあんまり出会んけどね最用子二十歳の誕生日に愛知で周知なニューアーマモト、まあ、ホテルかなんかに泊まったんですかね。はい、それからですねあの、はい、改正編っていうのがあるんですよ。で改正がねあのちょっと裏には書いてないかあのよし改正編っていうのが知識編でこれなんとねあれですよ皆さん。えー、っと平成26年から R 三改正までの総復習も行います。これもバッチリあの改正最近のあのよく勉強しないわっていう人ね。平成二十六年からね、平成三十年改正まであのー、学べますよ。ああ、そういう意味でもいいですね。ほら、令和三年著作憲法の改正ね、これも学べます。えー、もちろんウェイオンポーあ PCT 規則の令和元年改正とかも学べますいいでしょ。R3 の PCT 規則、ハーグ規則、マドプロ規則も学べます。どうですかいね？うどんですかいって感じですよね。よーし、じゃあ皆さんこの担当ゴロテク非常にですねあのユニークで、えー、しかもそのあ試験に役に立つ。 まあそういったあ数,数少なくちゃ変ですね非常にこう、あのー、独立した、ね、講座としてあの長年です、ねえーあのー、続いている講座です。ポットでの講座ではなくてもう長年続いてますから、ねあのー、それだけ定評があるということですからね。はい、じゃあ皆さん、あのー、この講座を受けてね、まあ、上4法も高得点取るし。 そして、その条約でね、足切りになる人が多いから、まあ、足切りね、まあ、4点以上、4点とは言わず、まあ、7、8点ぐらい取りたいよね、あまあ、そんな感じで、えー、やっていこうよ、まあ、条約はもちろんね、パリー、PCT、トリップス、マドプロ、ジュネーブ、国岩法ね、あたりをやっていきますから、はいえー、それでは皆さん、えー、担当ゴロテク、コンプリート。 お2023年向けをぜひご受講いただきたいとこのように思いますそれでは皆さん実際にその講座でお目にかかりましょうそれでは、えー、担当の合格を心より心より、えー、願いえーまあ、皆さんと一緒にその合格のお喜びを分かち合いたいと思いますそれでは皆さん、えー 一緒に勉強しようね類似かな非類似はい